株式会社有日閣は日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。1877年、旧を市販し、江草小野太郎が神田一橋通り町で古書店として創業。当時の名前は有資格といった。その2年後の1879年に現在の有日閣の名称に改め出版業に転身。1950年。 四代目店主の時代に、法人化して、株式会社有企閣として設立される。現在は、東京都千代田区神田神保町に本社を構えている。一階では小売りも行う。京都府京都市左京区には、京都支店がある。二代目以降の店主、代表取締役社長は、二代目、江草茂忠、三代目、江草史郎、四代目、江草忠光、五代目江忠、代目江草忠敬、 六代目、エグササダハル。現在では、社会科学と人文科学の大学向け教科書や、各年度版の六法全書、人文社会系の一般教養書の出版を主な業務としている。マスコットキャラクターとして、ロケットポッポーがいる。同社のポケット六方の言い間違いがきっかけとなって誕生したキャラクターで、2014年秋頃から、同社営業部のツイッターに登場。 2015年9月に同社の公式キャラクターとなった。ツイッターをはじめ、書店店頭のポップなど、新刊アピールに活用されているほか、2019年3月刊行の法学学習 Q&A、地域から考える環境と経済に登場し、活躍の場を広げている。さらに2017年には、自社の車掌をゆるキャラ化した、シッシーとワッシーも誕生。 判例の読み方で展開される個性あふれる発言が人気を博し、同社グッズなどにも使われている。出典は大学で努力私学に励んだ守るの武功の徳を夕日君子と叩いたことから、武功のように学者と一心同体となって努力精進するようにという創業者の死の助言による、1901年に帝国六方全省刊行。 昭和になってから観光を中断したが、1948年に創業70周年事業として、六方全社の観光を再開した。囲碁用途に応じ、小六方、ポケット六方、判例六方、判例六方プロフェッショナルを観光し、現在でも代表的な本となっている。法律学全集は、1957年に創業80周年記念出版として観光が、 始まった全60巻からなる全集一部は現在でも改定されており、当初の執筆者が個人になった場合などは、その弟子に当たる学者が改定に当たっている。注釈民法は、1964年に刊行が始まった民法の築城解説書。全26巻。現在は全面改定された審判注釈民法が出版中。同様の企画としては、 注釈会社法、注釈警報などがあり、このうち注釈警報については2010年12月より審判が刊行されている。法律学以外にも経済学、社会学、社会福祉、心理学など人文系全般の学術書や大学テキストも刊行している。大学生向けにはニューリベラルアーツセレクション、有比較アルマや有比較大学総書など、 教養科目と専攻科目、入門書と専門書など、レベル別に複数のシリーズが存在する。また近年では、一般市民向けや障害学習用を謳った、有比較インサイトや有比較選書など、一般教養書のシリーズも立ち上げている。ありがとうございます。